どうも、谷口まさかです。この動画がお久しぶりになるんですかね。約2週間ちょい空いたんですけど、まあ何もなかったんですけどね。これからちょっとまたコンスタントに上げていけたらなと思います。けど歯が、そして今まで多分気づいてた人はいると思うんですけど、前までの動画はなかなかな左の犬歯がなかったんですよ。っていうのは顎の骨が折れて、この治療が遅くて僕2回手術したんですけど、2回目の時にこの歯のせいだってなって、歯を抜いたら一瞬で治ったんですけど。へえ、邪魔してたんですか？歯がなんか歯根がなんか骨折してるとちょうど被ってたらしくて、で歯抜いたらもうみるみる痒くして、2回目の手術からもう3ヶ月でスパーリングができるようになったんですけど、まあ、代償はね、歯がなくなったということで、でやっとこの歯が入って、まあ、違和感ないと思うんですけど、だいぶ脱線しちゃったんですけどね。で皆さんのおかげでようやくチャンネル登録者数が1万に行くことができました。ありがとうございます。はい、初めて約1年半、これからもコツ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 でやっていくので、皆さんよかったら谷口チャンネルを見ていてください。でね、まあ本題に入るんですけど、もう皆さんご存知のように井上尚弥選手の話に久しぶりに入ろうかなと思います。っていうのもね、5月6日ついに決まりましたね。5月6日ってゴールデンウィーク中でしたっけ？そうなんです。ゴールデンウィーク終わりかな、まあ、ゴールデンウィーク終盤か、ゴールデンウィーク最終日かに、もう日本人初となる東京ドームのメイン、これはねもうすごいですよ。本当にボクシングの歴史見ても初めてなんで、日本人が東京ドームのメインを務めるっていうのは。でも対戦相手はね、もう皆さんご存知の、まあ、ルイス・ネリ、メキシコの選手なんですけど、ネリもちゃんとあの WBC の挑戦者決定戦に勝ってのタイトルなんで、まあ、ちゃんとした資格を持ってるんですよね。だからまあ4団体の防衛戦にふさわしい試合になりそうですよね。で東京ドームの何がすごいかっていうと、まず客数ですよね。東京ドームで確か5万人から5万5000人ぐらい入るんですよ。 SNS とかで見る限りではチケット外れてる人もいるので、多分埋まると思うんですよね。5万5000人が埋まるってえぐくないですか？すごいっす。チャンネル登録5倍ですよ。もう生でこう5万5000人をその見たことがないから分かんないですけど、あ、1回だけあるわ。何で？結構昔にサマソニックっていうのがあって、 あれがなんか多分5万、はい、あれ5万人がなかったんですよ。わ、それですげえって押された記憶があるんですけど、それと一緒ぐらいでしょ。えぐいな。でも東京ドームの、その僕野球で見たことがあるんですけど、東京ドームの上の方ってもう見れないじゃないですか。野球であんなに見にくいのに、多分リングの中の2人なんかもっと見にくいと思うんですよ。モニターでもモニターもなんか見にくいって聞くんですよね。それでもなんでこう現地に行くかっていうと、現地のその臨場感だったりとか、モンスターって多分もうこれから後世に語り継がれるじゃないですか。その場にその東京ドームのメインが日本人だった時にいたっていう付加価値が大事なんじゃないかなって個人的には思うんですよね。熱気とかも多分すごいと思うんですよ。だってもう見る分にはね、Amazon プライムで見るのが多分一番見やすいと思うんですよ。それでもこう現地に行くっていうのは、熱気だったりとか、その場に立ち会ってたっていう付加価値の方が大きいんじゃないかなって僕は思うんですよね。でもうその東京ドームで4大世界戦で鳥を務めるモンスターこと井上尚弥選手、すごいな。同い年ですよ。で背中すら見えへん。もうなんかすごいしか出てこないですよね。なんか悲しくなってきた。もっと頑張ろう。っていうのはまあ置いといて、まあネリとの対決ですよね。でもネリももちろんもう強いのは大前提なんですよ。めちゃくちゃみんな勝つでしょう。風的なのはありますね。でもちょっと一歩立ち止まれよ。ネリもめちゃくちゃ強い。でもそれをかすませるモンスターが多分異常なだけであって、ネリももうすごい強いですよ。うん。ただモンスターがここ直近でやってきた対戦相手、フルトンだったりあのタパレスと比べて、その見劣りはしないと思うんですよ。でもその2人よりも突出したものがあるかって言われると、ここもまたうーんってなるんですよね。三つどもえじゃないですけど、3人が3人とも実力はそんなに変わんないと思うんですよ。
だから圧勝ムードがあるっていうのは気持ちは分かりますね。でもボクシングとか勝負ごとにもう絶対ってないんで、多分もうこれは本人が一番分かってることだと思うんですよ。なんかもう練り対練りっていうのをもう徹底して対策練ってると思うんですよね。そこが多分すごいんですよね。本当にもうトップ中のトップアスリートのすごいところですよね。慢心っていうものがなくて、そこは本当にこうボクシング云々じゃなくて人としてこう見習うべきところだなと思います。慢心もなく次のことの次に勝つためだけに準備する、すごい。うん。でまあネリーのスタイル的に言うとフルトンがうまい、タパレスは強くてうまい。でもネリーの印象は強いんですよ。強くて荒い。うん。うまさはそんなにこう見てる限りでは感じないんですよ。多分わからない部分もあると思うんですけど、うまさは上のさっき言った2人よりかは多分落ちると思うんですよ。その代わり相手を仕留める能力、殺傷能力だったりとか攻撃力っていうのは多分一番あると思うんですよね。うん。ネリの強さはそのうまさとかじゃなくて強さと荒さなんですよ。うん。ボクシングも2つあって上手い選手、上手くて勝つ選手、強くて勝つ選手がいるんですけど、ネリはもう圧倒的にもうこっち全振りみたいな、強くて勝つ選手ですよね。で反応もいいですし、最近ホバニシャンの挑戦者決定戦の試合見たんですけど、やっぱ荒削りがすごいですよね。ただホバニシャンが効いた瞬間、ネリが一発当てた瞬間っていうのは追撃能力とか嗅覚はやっぱすごいものがありますよね。もう相手が効いた、ここ出るところやと思ったらしっかりと出れきってたんで、そういうところはすごいなと思いましたね。ただその反面、当たらない時、自分がちょっとこう嫌な時、休む時、当たらない時は結構もう目に見えて分かるくらい休むんですよ。なんか止まってちょっと大雑把にこういうこんな感じ、くっついてこういう感じで避けたりとか、ちょっとくっついて休んだりとか、そういう中でホマニシャの攻撃もバーンともらってるんですよ。もらってるけどどっかでネリの相打ちが当たるんですよね。当たったらネリももらってるのにホマニシャの方がダメージあるんですよ。だからネリはパワーもあるし打たれ強さももちろんあると思うんですよね。フィゲロアには倒されてるんですけど、打たれ強さも結構ホマニシャのパンチも結構もらってたんで、打たれ強さもあると思いますね。でもモンスターのパンチですからね、打たれ強いって言ってもまあ耐久力に限界はあるんですけど、でホマニシャンの試合とあの山中慎介さんの試合を見たんですけど、山中さんの時はまだ反応でもうバチバチ避けれてたんですよ。結構もう強引に行って反応で避けてまた回数だったんですけど、ホバニシャの時はまあもちろんその引きながら戦ったりとかジャブついてホバニシャンを誘うっていうのもあったんですけど、出る時とかはあの山中さんの時と根は変わってなかったんですよね。出ながらやっぱ反応で避けるんですけど、ちょっと反応がこう遅れてきてるのか分かんないですけど、うん、0コンマ何秒か分かんないですけど、ちょっとこう反応でききってない部分っていうのもなんか少しだけ見えましたね。それはもしかしたら反応が遅れてるのか、ただホマニシャンがもうのリターンとかが早すぎるのかは分かんないんですけど、山中さんの時にもらってなかったパンチをちょっとこうクソ避け損なってるなっていう印象は持ちましたね。うん。まあその調子だったりとかで変わるのはもちろんあると思うんですけど、あの時の反応はそんなにないんじゃないかなと思いますね。ただキャリアも積んでいろんな舞台を経験してそれを補えるその対応はできると思うんですけど、それこそこう休みながらジャブついてホマニシャンを誘うっていうのは山中さんの時の戦いではなかったことなので、でフィゲロア戦ではもう最初から最後までずっと付き合ってたんで、でも気持ちもあると思うんですよね。でその中でまたこう練り戦を見て気になったのは、結構右ストレートと左フックをもらってたんですよ。ホマニシャンのストレートとフックをもらってたんですよね。打ちざまで相打ちざまバーンともらったりとか、ちょっとこうネリの打ち割りの瞬間右ストレートもらったりだとか、これはホバニシャンの時は良かったんですけど、これがモンスターになると致命傷ですよね。フックをもらう、ストレートをもらうっていうのはなんか相打ちになってもモンスターってすごいのはもう基礎を徹底してるじゃないですか。だからモンスターが相打ちでもモンスターのディフェンスカバーだったりとかブロック打った打ちざまの時の相手のパンチがもらってもいい位置とかっていうのがあるんですけど、モンスターはそこを徹底してるんですよ。相打ちになっても自分が絶対にこう効かないところにブロックがあったりとか効かない場所にいたりとかするんですけど、ネリは結構こうガンって上がるくらい相打ちもらってたんで、
その刹那一瞬一瞬の攻撃でもしかしたらね、こう倒されるんじゃないかなっていうのは思いますね。それこそあのモンスターがロドリゲス倒した時みたいな、ボディ右ボディ打って返しの左フックみたいな、あれもちょっと相打ちっぽかったんですけど、ロドリゲスのここにしっかり当たってモンスターノーダメージだったでしょ。そういうモンスターも細かい部分のテクニックっていうのがもう一つ一つすごいんですよ。立ち位置だったりとか、内ざまのブロックの位置、内終わりの頭の位置、これちょっと意識して見てほしいですね。え、まあその僕の予想なんですけど、これもう皆さんと被っちゃうんですけどね、僕は中盤6ラウンドぐらいでモンスターが左フックで倒すんじゃないかなと思うんですよね。うん、これ全然違った申し訳ないですけど、ボディじゃない、なんかフックのイメージ、ボディを効かされて、まあ、ボディで倒れる可能性も十分なんですけど、ボディ効かされてもネリがうわって振った時にガッて合わされるような気がしますね。結構ツイッターではそのヒゲロア戦のこのボディっていうのは多分ヒゲロア戦のこのイメージが多分強いですよね。ヒゲロアの時ももうこう打ち合って打ち合って消耗しきってのあれだったんですよね。逆に言うとフィゲロアの戦い方はあれなんで、あれにあそこまで付き合ったネリっていうの強さもやっぱ分かってほしいですね。でもそれを踏まえても僕はやっぱモンスターに倒されるんじゃないかなと思いますね。うん、まあネリも多分あの手この手はしてくると思うんですよ。それこそちょっとこう引きながらジャブ打ってモンスター誘ってカウンター狙ったりとか、ちょっとこう荒くブロックの上からでも荒く出たりとか、いろいろ試すと思うんですけど、もうこうしらみつぶしてないですけど、全部モンスターには通用しない通用しないってなると思うんですよね。うん、だから僕は中盤ぐらいでモンスターの TKOKO じゃないかなって思いますね。なんか左フックのイメージがあるんですよね。そこただ左フックって相打ちなんで、モンスターがネリーに相手にそこの距離になるかっていうのもちょっとこう 見ものですよね。入って打ってこの連打の中でこの相打ちになるのか、それともカウンターで打つのかは分かんないですけど、なんか僕左フックなのかなと思いますね。もちろんボディ打つのは大前提として、そのカウンターっていうのは相手が振った後の攻撃っていうんですか、にもありますし、ネリが出てきた瞬間ちょっと強引にバッてこうワンツー飛びながら出てきた時にガーンって合わせるとか両方考えれますね。うん、かな、なんかそんな気がします。でもネリの怖いところは劣勢でも一発バーンって当たれば出てこれるっていうところなんで、まあもう僕なんかよりも絶対モンスターの方がもう100倍もボクシング知ってるんで絶対分かってるとは思うんですけど、あえてその注意するところってそこかなと思いますね。一発こうバンってブロックの上からでもこう弾かれるとネリはどん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 出てきて調子乗っちゃうんで、ネリがねこうモンスターを崩すっていうのが想像できないんですよね。多分これはどのボクサーになってもそうだと思うんですけど、今のスーパーバンタム級でモンスターが崩される、って感じですよね。でもモンスターが多分うまさで崩されることは多分ないと思うんですよ。だから本当に崩すとしたらああいうなんかもう一発でこう持っていくような人間じゃないんですかね、ネリみたいな。うん、その一発をこうもらうかもらわないかって言われたらまあもらわなさそうですよね。うん、難しい。自分が一緒のスーパーバンタムだったらどう考えるんやろ。うん、まあ僕はね6ラウンドぐらいでモンスターの TKO かなと思います。けどそれこそドーピングとか体重とかそういう問題も結構大事なの。わ、そうですね、そこはもうこのあれなんで徹底してるんじゃないですかね。その僕たちは実情知らないんで憶測で物は言えないのであれなんですけど、多分もうここまで来たらしっかりしてると思いますよ。うん、なんか定期的な審査もうやってるんじゃないですかね。うん、本当にこう史上最大ぐらいの大きい試合じゃないですか、日本では。なんかこう流すっていうことは絶対にないようにすると思うんですよ。なんか代わりも用意してるみたいな。あ、そうなんですか。はい、TJ ドヘニーか。へ、はい、なんで知らんかったの。代役がドヘニーになっても面白いですよね。ドヘニーは中島和樹選手とラビドに衝撃の勝ちをしてるんで、まあ代役としては全然もう不足なしなんですけど、まあ、やっぱ皆さんネリと見たいですよね。うん、逆にこのねコメントとかでネリがモンスターを崩すんやったらどう崩す
かっていうのをなんかこういう考えてる人とかいたらコメントしてほしいですね。うん、僕がもうモンスター崩しとしたら、だから、うん、しょっぱなバーンって受けてこれやばいってなるのか、もうこれカウンターでこう意識外からもらいさえしなければって思うのかでまた大きく変わると思うんですよね。これやばいってなったらもうどうしようもできないですよね。逆にもうカウンターでさえもらわんかったらって思ったら、もうその相打ちにだけ気をつけてもう出るしかないです。僕はネリの立場だったら自分のパワーに自信もあるんで、どっかで当てれば、当てるところをまず作りますね。井上尚弥選手は今まで戦った選手でもうパンチめちゃくちゃ強い選手って誰が思い浮かびますか？パンチめちゃくちゃ強い、ドネアとタパレスじゃないですか。タパレスとドネアじゃないですか。耐久力でいうとあのディパエンだと思います。ディパエンと田口さん、確かに、うん、モンスターと打ち合いも強いですもんね。モンスターボクシングなんかボクシングしちゃうともううまいし速いし強いしで打ち合いも強いしでも活路を見出すとしたらもう打ち合いしかないですよね。ネリはね、なんか絶望っすね。こうやってモンスターと対峙したらどうするかって考えたら今日渡辺ジムの選手でも結構スパーやってる選手いますね。でもモンスターがスーパーぐらいの時にスーパーバンタムとかフェザーの選手ですよ、その選手たちが行きたくないっていうぐらいなんでいやもう どうやって崩すんですかね。もう本当にさっきも言ったように僕がネリの立場だったらもう腹くくって巻き込むしかないですよね。まあでも多分それを呼んでるから待ってましたのカウンターとかも用意してそうなんですけど、かといって出ないとモンスターのこうジャブの餌食になるんでね。だからこのさっきも言ったようにコメントでこういう展開もしかしたらこういう展開になるとモンスター不利なんじゃないかなっていうのとかあればコメントを書いてほしいですね。めっちゃ気になります。逆にそうですね、モンスターと中谷潤斗選手は全然思いつかないです。攻略法がちょっと考えないです。もし自分がやったらとかもう無理っす。この現役ボクサーが無理って言ってダメなんですけどねやったちゃんとこうシミュレーションしての答えなんでまあこんな感じで5月6日の、まあ、東京ドーム決戦は僕はまあ6ラウンドぐらいで井上尚弥選手がおそらく左フックで TKO するんじゃないかなっていう予想です。まあ皆さんもねコメントでネリの作戦だったりとかいやこういう展開もあるぞっていうのがあればもう読ませていただくのでぜひぜひいっぱいコメントしてください。ではこんな感じでね今日は終わりたいと思います。まあ1万人もいたところでまあ気持ちよく再スタートを切れるように頑張るので皆さんこれからもチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。ありがとうございます。バイバイ。